貴様たち一体何かをする。 짱은 또 망가졌구만.
앞에 상대방이 게이들이라서. しばらく戦撃を留守にしてたの。
のはそのためだったんです。それでは格納庫にご案内します。どうぞこちらへ。これが新しい量子甲冑。後部人部の後継機として開発された量子甲冑の第三型機体、その名も天部です。大神さん、この天部があれば待て、大神。大神さん、そこのキネマトロンです。キヨがと、いやー大神、通信はいいな。46490은카야마하고뭔가관련이있으려나こうしてお前と話ができて俺は幸せだな。まあまあ待て大神、こんな時だからこそ急がば回れだぞ。聞いてくれ、俺は今大帝国劇場の中に潜伏している。お前がここを奴らの手から取り戻す気があるならば俺が力を貸すぞ。大神、そろそろ真実を告げる時が来たようだな。常に戦場の最前線で戦う花組を影から支援する隠密行動部隊月組、その月組の隊長こそがこの俺、加山雄一の真の姿なのだ。花組のように直接戦場で戦うことはないが、月組には月組なりの戦い方がある。時間がない、心して聞け。ヤツとは帝劇門で起き、堤防を阻止し劇場を完全に閉鎖している。さらにその前面に砲台を設置して防御を固めている。あまり時間はないが、砲台と堤防どちらかを少し細工して無力化することができる。さあどうするどうする大神。指揮を取っておられる。お前も一刻も早くみんなと合流するんだ。頑張れ大神。あっと、ここからはいよいよ私たち花組の出番ですね。はい、それでは正面丸へどうぞ。皆さんを運ぶのは風組の仕事ですから。
극강의기랑 산정! この厳重な警戒態勢を 私たち二人だけで突破できるでしょうか? うわあ、おい、そうは問屋がおろさぬぞ。 お前たちがここへ戻ってくるなど戦国お見通しじゃ。 お前たちのような単純なやからは子供も計算しやすいわ。そんな付け焼き刃の漁師かっちゅうでやってくるなど愚のこっちょ。 お前たちに勝ち目はない。おとなしくわしの前に屍を晒すがよい。 대사치다가 저 세상 가버리겠네, 모코치키. 대공 가기 길랑
心配です。 私なら大丈夫です。この霊剣新たかがあれば。참새가 방앗간을 지나치다니 왜 목욕탕으로 향하지 않는 거지? 連中どうした？まさか全部隊長たちがやっつけたのか。それが私たちが来た時にはもう誰もいなくて。何ですって？あれだけ大勢いた兵士が姿を消すなんて、どういうことなんだろう。どうやらこの一件国旗界が絡んでいるようですね。 やはりそうでしたか。申し訳ありません、隊長。何のお力にもなれなくて。そうか、とうとう天部が完成したんか。天部があったら百人力や。これで国旗界も怖いことないね。待って、誰かいる。 흐흐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 흐
久しぶりですね、大神一郎少尉。クーデターなどと失礼ですよ。我々の行動は維新、大正維新と呼んでもらいましょう。ご挨拶に来ただけです。この程度の防衛戦は私には何の役にも立たない。言っておく、この程度はすでに私の手中にある。ふざけないで。ふざけてはいない、真言寺さくら。よく目を見開いてみろ。己の力、トップゲル茶碗するせいに、天使の目取りを発見するんだ。くだらぬものに使うな。お前の父上のように犬死にするぞ。なんですって。一度なら二度までと。不安しげなペドリ、さっさと苦労するなんて許さない。抜きなさい、抜きなさい、京極剣を。あなたに人が切れるのか、生身の人間を切れるのか。抜かないのなら抜かせてやるわ。はあ、なに。京極様に手を触れることは許さぬ。
20년 뒤에 자기가 저런 처지가 될 줄은 어떻게 알았겠어. 무다다. 오마에노 우데데와 와테시니와 카텐. 코노 코토 무케노 사비 니 시테 쿠레. 面白い勝負ですね。だが鬼王、そろそろ次の行動に移らねばならん。行け。それでは帝国歌劇団の諸君、失礼しますよ。待ちなさい。 娘よ、 세대의 큰 우대로 민가이 되어 있고 있습니다. 그렇게 큰 소리 치고서는 이 지나다니고 있다는 건 뭐야? 도젠다. 야츠라니 나니가 되기루. 대도 혼란 사세루 다게데 이신군과 충분 목적을 하다시다. 고치라노 요이와 스데니. 소. 교고쿠에 대해서 이번 동란의 흑막 거의 틀림없어. 거의 군이 해군한테 발리고 있는 거야? 지가전에서? 마신기 중에 포주만 지금 가지고 있는 상황이죠. 거울하고 칼은 효고코한테 뺏겼나 보네. 이 부분은 플스2판으로 리메이크된 거 정발된 뜨거운 열정으로의 또 하나 들여가지고 설명이 됐던 건데, 오리지널 1에서는 그 부분에 대해서는 그다지 할애되지 않았었나봐요. 7년 전에 니온바시의 강마가 출연한 강마전쟁에서 사쿠라의 아버지 신고지 카즈마가 마신기의 힘을 빌려가지고 화사의 힘을 사용하고 그때 이제 죽어버린 거죠. 상상을 초월하는 부담을
줘가지고 화사의 힘을 사용하려면. 그건 그렇고 마신 게는 어디 있는데? 지금 어디 있는가 모르는데? 마신기 자체가 강력한 영역을 내뿜고 있으니까 그걸 또 뒤에 증기 계산기로 찾아내는 거야? 계산기가 아니라 연산기라고 부르는군요. 간단히 말하면 컴퓨터죠. 증기로 움직 작동하긴 하지만 力をいなくなれば魔人機など必要ない。 ならば この魔人機力ずくで奪ってみることだな。 크고 아름다운 저격총은 어디서 꺼낸 거야? 아무리 어떻게 봐도 판넬이야 저거. 주변의 적들 숫자에 맞춰가지고 늘어나는 건가? 사쿠라 감싸기 써도 되는 거였나? 力づくで来い. 나한테 力다. 기분이다. 기분이다.
なかなかやるな。この私に人たち浴びせるとは。魔人気などなくとも、真宮寺さくらの命を取れば同じこと。その決意、本物ならば我らの本拠赤坂へ来い。全ての決着をそこでつけよう。다음 전투 파트에서 한두 번 정도 감싸겠으면 되겠네. 力を使えば帝都の魔は浄化されて平和がやってくる。もう誰も傷ついたり悲しい思いをしなくて済む。みんなの笑顔のために私一人が犠牲になればそれで済むことなんだわ。でも死ねない。死にたくない。普通の女の子みたいに好きな人と一緒にいたい。みんなと一緒にいたい。大神さん、私わがままですか？신기를 없애면 되는 거야. 잠깐, 파괴하라는 말까지는 안 들었는데.
大神さん。이럴 거면 왜 힘들게 되찾았는가? 마진기가 고나고나니 오가미산 오가미산 私大神さん、私のためにこんなことまでしてくれたのに、心の中のどこかでこれでよかったのかって考えてしまうんです。私、ひどすぎますよね。わがまますぎますよね。大神さん、これで本当によかったんですよね。私、大神さんたちと一緒に生きていて、いいんですよね。当たり前だろ。いつまでもグズグズ言ってんじゃねえよ。まあ、近畿だかなんだか知りませんけど、そんなもの全然必要ナッシングです。自分だけ悲劇のヒロインになろうったって、そうはいきませんわよ。うちら全員が揃って花組や。誰が抜けてもあかんのや。そうだよ。さくら、ほら、笑って笑って。みんな。戦いは、これで終わりじゃない。ええ、そうよ、さくら。仲間がいる。花組のみんながいる。もう迷ったりしない。さあ、いよいよ赤坂上空よ。先ほど香山君から連絡があったわ。月組の調査によると、赤坂の地下で大規模な洞穴が広がっているらしいの。どうやらその最深部に国旗会の本拠地があるらしいわ。地下では将棋丸の援護も受けられません。苦しい戦いになりそうですね。月組の報告では裏側から侵入することも可能らしいわ。少し遠回りになるかもしれないけど、警戒が手薄な裏側から潜入するか、それとも敵の戦力が集結している正面を突破するか。さあ、大神くん、作戦を決めてちょうだい。正面。지름길로가야죠。了解よ。では、将棋丸を作戦位置へ向かわせるわ。大神、頼んだぞ。やっぱり嫌がったぜ。立ち止まらないで。敵が体勢を整える前に一気に突破するわよ。突破口を開いた。さあ、今のうちに。うん、ありがとう。
よ。トラトラ、よっしゃ、ほとんど片付けたね。残るはあいつらだけや。私に任せてください。いきます。망킹하고 とりあえず一安心ですわね。安心するのはまだ早いよ。多分。おや！嫌がったな、過激団。今日こそてめえらとのケリをつけてやるぜ。相変わらず下品なやつです。てめえらのことはいい喧嘩相手だとは思っていたが、俺の間違いだったぜ。てめえら全員ぶった切ってあいつの仇を取ってやる。神藩、着いたみたいやで。やはり来たか。帝国歌劇団参上。
だろう。この孤島無形の切れ味、身をもって味わうがよい。隊長、いよいよ最後の決戦だな。役者は揃いましたわね。みんな、自分の力を信じて。そや、うちらの団結を見せたろ。毎日だって頑張るもん。一本の矢は折れても9本の矢は折れません。これ세개아니었어。戦闘準備完了。の心に正義を込めて、明日を導く光とならん、勇気の刀と希望の剣を今一つにして、覇者剣聖桜花天狗。大神さん、私、信じています。そらそら、バカな、覇者の力もなしにこれほどの力を。この私が負けるのか。だがお前たちを生きて返すわけにはいかん。밤새서 싸운 건가? 왜 아침에가 저녁 노을 같지? 오가미, 고苦労だったな。よく花組の心を一つにまとめ上げてくれた。感謝する。大正維新軍のクーデターもつい先ほど鎮圧されたそうよ。帝都もこれで落ち着きを取り戻すでしょう。大神くん、お疲れ様。大神さん、本当にありがとうございました。私が今ここにいられるのは大神さんと花組みんなのおかげです。そうね、
これからも一緒に頑張りましょう、さくら。さくら、明るく楽しく生きてるのが一番です。おー、珍しく話が合うな。やっぱ人生お気楽極楽だよな。ねえねえみんな、いつものやつやろうよ。そうだね。さやさや、あれやらことには終わった気せえへんからな。そうですわ、今回は少尉が声をかけてみませんこと。ちょっとお待ちになって。皆さん、私たちバラ組をお忘れじゃない？あ、私たちもご一緒にお願いします。ああ、みんな入れ、人生楽しくやろうぜ。あら、オオカミ。과연出発해서는또또또나안돼내가갑자기여기서부끄럽다고어울리지않게좋아니우리가여태야르디이그대せーの。勝利のポーズ決め。12화까지 3화가 남았는데 이렇게 쉽게 퇴장할 리가 없죠. 大正桜にロマンの嵐、あなたと二人の